別物件。今回アイシェフ協会が購入した物件は元スロットパチンコでした。なんとこの建物は全てスロットマシンに埋め尽くされ、礼拝ができるどころか1階2階全てがゴミ屋敷の建物でした。そんなところを教会の姉妹たちで一つ一つ丁寧に全ての部屋のゴミを集め掃除をし始めたのです。2階のゴミは全て1階に移され、兄弟たちはまるで本物の業者のように、かつてスロットマシンのフレームを解体する作業に励みました。電気が入った時はとっても嬉しく、誇りの中でも神様を賛美したのです。かつてマシンのフレームだった板はなんということでしょう。知恵深い匠たちによりステージに変身したのではありませんか。同時に旧街道のステージも取り壊され、ゴミはすべて片付けることになりました。いよいよ引っ越し、すべての作業はメンバーたちにより行われました。ユースの若者により、なんていうことでしょう、車に入らない洗礼槽を若者が担いで運んでいるのではありませんか。見る人もびっくりするこの光景は、とっても不思議な姿として見る人に映されたのに違いありません。洗礼槽は着々と若者の手により新街道に運ばれたのです。それでは感動のリフォームすべてをご覧いただきましょう。もっとスロットと書いてあった外の看板はメンバーたちの手作りで ICF 協会と変えられたのです。2階の事務室は子どもの日曜学校へ、オーナーのオフィスは憧れのユース部屋に変身しました。2階にもトイレやお風呂があり、2つの部屋の壁は取り壊され、フラチムの練習部屋に変身したのではありませんか。かつてICFにはなかった牧師部屋が初めて設けられ、テリ先生もとっても喜んでくれたことでしょう。いろんな部屋がある2階には素敵な集会室も設けられました。まるで温泉旅館のような広いリビングと和室は誰もが泊まりたくなるでしょう。もともとあったキッチンや大理石のお風呂はこれから重宝することでしょう。若者が運んだ洗礼槽はすでに洗礼者が起こされ、その役割を十分果たしているのです。マジュアリスペースも設けられ、自動ドアの大理石トイレはとっても驚きです。玉ケースを置く赤い棚はなんていうことでしょう、素敵な本棚に変身したのではありませんか。2箇所に設けられた受付は入ってくる人を温かく迎え入れます。かつてパチンコで人を誘惑したところがなんていうことでしょう、神様を礼拝し賛美する場所へと変えられたのではありませんか。これからここでもっとたくさんの人がイエス様に出会い、その人生が変えられるでしょう。ミラクル神様に感謝を捧げましょう。
私はこの岩の上に私の教会を建てます。マタイ16章18節。